記念碑、アングリーンスリット・ピューディエーターは、セーラム魔女裁判で魔女であるとして処刑された一人。最初の夫トーマス・グリーンスリットとの間に5人の子供がいた。旧姓や生誕地も不明である。夫、トーマスの死後、ヤコブ・ピューディエーターと結婚した。1682年に、ヤコブが死亡し、悠々自適の生活を送っていた。看護師や助産師のような職につき、 財産も豊富であったことが、魔女狩りに巻き込まれた理由の一つであったと思われる。裁判で提示された疑惑や悪行、彼女に関する主張の多くは、メアリー・ウォーレンによってなされた。ジョン・ベスト・シニア、ジョン・ベスト・ジュニア、サミュエル・ピカワースなども、彼女を告発した。裁判にかけられ、1692年9月9日、アリス・パーカー、ドルカス、ホア、メアリー・ブラッド・ベリー、 メアリー・イース・ティラと共に死刑を宣告された。セーラムのギャローズヒルで公主刑となった。埋葬場所は不明。息子トーマスは自らの裁判でジョージ・バローズに対して証言した。1710年10月、高等裁判所は処刑者の名誉回復を行ったが、その中にプディーターの名前はなかった。1957年、中西部の教科書出版社、D。 グリーンスリットの尽力により、マサチューセッツ州議会が彼女を無罪とした。ありがとうございます。